今日の試合も J リーグ30周年記念試合級ボトホギサーティが使用されます。激しくボールにアタックしスピーディーにゴールに迫る一本で恨んでました。金子拓郎が走るペナルティアリにすでに2人入った札幌、1対1の攻防、折り返した小笠の前倒れた PK。 5分になる前札幌先制の大きなチャンス。金子選手に対して、まあ、間を詰めきれないままいい状態でドリブル仕掛けられてるんですよね京都は、はい、なので、まあ、こういうクロスにね、つながるような。決めました。キーパー触りましたが金子拓郎落ち着いて決めました。4シーズンぶりの J1 の3連勝へ札幌は見事に先制。金子拓郎今シーズン6得点目。金子選手の、まあ、シュートスピードですね、コースというのが非常に良かったですね、まあ、あと高さですかね、まあ、腰近辺の高さだとキーパーで触りやすいけど、まあ、その膝下ですよね。27番山田、そして白井も来る、そこを使います。岡村がマッチアップ、クロス、パトリックの前、山田のシュート、ゴールの右、すでに木村のシュートでした。いやこちらも見応えありましたね今ね、本当に紙一重でしたね、まあ、このアウトサイドとの持ち出してからのその後のクロスが早いんですよね白井選手は。金子には木村が戻ります。勝負ですかね、縦に行く、右足で上げる、浅野の奥、井上ヘディング、ミドルシュート、キーパー、これはゴールキックです。福森が狙ってきました。金子選手に対してのプレッシャーになると思うんですけども、相手を欺くようなパスを送った荒野、そして浅野から菅に出る、大外から金子も来る、クロスを上げる、その金子のヘディング、ヘディング、ゴールの右、倒れ込んだ、逆転宮澤、決定機でした。宮澤選手見えてましたね、まああと、まあ、5センチ縦パス、素晴らしいパスがパトリックに通る、ダイレクト川崎から白井、いい7歩を仕掛ける、いやいいゴールですよ、山田につながった、山田どうする、パトリック詰めた、ここはオフサイドはありません、同点です。パトリックチーム最多5得点目、同点。前半のうちに京都が同点に追いつきました、1対1。少し溜めたこの時間もで、このね、今のおそらくね、最後シュートだとは思うんですけれども、そこに対してパトリック選手が、まあ、よく詰めましたよね、まあ、山田選手も、まあ、中盤で松田天満の今のプレーに対して白井も拍手を送っていました。駒井と福森、そして金子へ、佐藤京が引き継ぎつく、間を通した、小頭右足、ゴール左、いや2人の間を見事、中央スパチョーク、そして金子、再び木村とマッチアップ、縦に抜き切った、折り返した、いいゴールだ、浅野決まった、札幌、浅野、自身初リーグ戦3戦連発、単独第2位となる J1 初得点目、2対1。一度目は、ね、木村選手が、ね、しっかりついていって防げたんですけど、ここ振り切られましたよね、まあ、その後のクロスも本当に完璧ですね、まあ、浅野選手が、ね、前を取るポジションから背後にね、動き直したということでもう勝負ありでしたね。昨日選手も最初マークは見てたんですけども見失ってしまったというね。八田、木村、佐藤京、グランダーのボールで八田ミドル、キーパー菅野の右手、ネットは揺らさせません。高校時代2年生から古澤監督からキーマンと表現されていた八田のミドル、まあ、インサイドからインフォ、膝をついた、吠えた、2019年以来 J1 での3連勝、先制し追いつかれながらも